こんにちは、今日は辛いカップラーメン食べていきます。コンビニで買っていました。味仙かな、味仙本店監修台湾ラーメン大辛大辛、名古屋名物、ひき肉たっぷりやみつき辛うま麺、辛さレベル4です。こんな感じですね。これです。よし、あとはこちらですね、香港発2秒に1杯売れたスープヌードル専門店タムジャイサム号監修マーラーラーメン、九州のスパイスが決め手のシビカラスープ、これを食べていきます。楽しみ。よし、では早速お湯を入れていきます。はい、お湯入れてきました。今回も時間差で入れてきました。こっちさっき伝えられなかったんで気づかなかったんですけど、辛さレベル3でした。よし、なのでこっちから先に食べていきます。よし、じゃあいただきます。これ温めるの忘れた。うん、すごいなんかスパイスの匂いがする。美味しそうです。こんな感じ、こんな感じです。なんだろう、なんか海鮮のなんかつみれみたいなのと、あと油揚げとネギかなとお肉入ってます。うん、なんか色はなんかもうちょっと赤い感じなのかなと思ったけど、結構薄めの色です。めちゃくちゃなんかスパイスのなんか匂いがして美味しそう。食べていきます。うん、うん、なんか想像してたやつと違う。うまい。なんか辛いけど優しいみたいな感じ。うん、うまい。油揚げ、これ海鮮のなんか、うん、うん、うまい。うん、うまい。想像してた味と全然違うけど、うまい。なんかあっさり辛いなんか感じです。美味しい。もうちょっと味濃い系かなと思ったんですけど、うん、思ってたよりも味濃くないっていうか、うん、美味しい、美味しいです。あっさり系のラーメンでした。スープがうまい。まあ麺もうまいんですけど、スープがうまい。うん、うまいです。うん、確かにしびれる感じの辛さ。
でも激辛って感じじゃないかもしれないです。こっちも食べていきます。すごい。こんな感じ。すごいいっぱいです。お肉いっぱい。よし。肉ニラ。入ってますね。うん。美味しそうです。こんな感じ。うん。うん、こっちもうまい。麺がちょっと違いますね。こっちはこう縮れ麺みたいな感じです。こっちはまっすぐ麺。美味しい。こっちも。うん。こっちは醤油っぽい感じの味です。確かにこっちの方がちょっと辛いかもしれない。でも激辛ではない。どっちも全然違いますね。うん、麺もスープも、うん、どっちもうまいです。うん。
こっちは結構スパイスが効いてて、なんかちょっと癖ある感じかもしれないです。なんで癖あるのが苦手な人はちょっとあれかもしれないです。なんか結構なんか初めて食べたカップラーメンって感じの味です。うまい。こっちは醤油の味となんかお肉の味とすごいしっかり感じるって感じ。こっちもうまいです。お肉がいっぱい入ってます。食べ応えがあります。うん、よし、惜しかった。今日は辛いカップラーメン食べました。どっちも初めて食べたんですけど、どっちもうまかったです。辛いの食べると体が温まります。汗がすごい。いや、どっちも初めて食べたんですけど、どっちもうまかったです。こっちは結構辛いラーメンちょこちょこ食べてきてたんですけど、なんか初めて食べる辛いラーメンって感じでした。スパイス結構効いてて美味しかったです。こっちは台湾ラーメンっていうことで美味しかったんですけど、なんか醤油の味と肉の味が結構ギュッと詰まった感じで、こっちの方が辛かったです。で、美味しかったです。でもどっちも美味しかったです。うまかった。またいろいろ食べていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ。